こんにちは、沼です。ダメもやっていきます。今回は ゴライアス ハード いきましょうということで、今組んでいるパーティーがアイス、リベリア、レフィア、ミコトと、このパーティーでいきたいと思います。あとはアシストにバイトのヘスティア、ヘファイスト、スーシルちゃん、ロキと入れてます。でロキのところに、まあ、ガネーシャとかを入れたら結構ゴライアスは倒しやすいかななんて思ってはいますが、ひとまずはクエストクリア、一人も倒れずクリア、ベルを含むパーティーでクリア、これをいっぺんにいきたいと思います。なので機械には全く頼らず、このパーティーでなんとか乗り切ろうかなというところでございます。いきましょう。装備はしっかりね。負けないんだから、お手伝いします。で、まあ火力要因として、アイズと、まあ、レフィですね。この二人でなんとか攻めていって、まあ、ゴライアスを落としていければな、という感じでございます。まあ、ここはいけるんじゃないかな、さすがに。ガチガチに固めれば。とは思っているんですがね、実際どうなんでしょうと。ここは大丈夫そうだよな、多分。しっかりとこう守りを固めながら進んでいけばなんとかなると思うんですけど、やっぱ一撃が痛えな。まあ、ちょっと遊んでる余裕はないですね。カウンター来ると危ないかもしれない。立て直す。ちょっとレフィには攻撃しないで、辛いから。でもミコトも攻撃参加させた方がいいかもしんないっすね。マジックポイントがつきそうですね。最近当てた新しいエーナさんを入れた方がいいかもしれません。こういう場合はちょっと攻撃参加させるか、余裕があるときに。うひゃー、うん、ここは思い切って攻撃しよう。結構マジックポイントが本当に尽きるので攻撃していかないと、その辺が難しいっすね。回復かな。いや、まだまだ攻めれる。カウンター3人がかり強烈の。エアリエル入れて、ちょっとここで回復しましょうか。おっと、そこのバインドは辛いぞ。リルラファーガ、あ、いいっすね。35,000。とてつもない攻撃が入りましたね、合図の。ちょっとまじいな、リベがまじいな。回復できない。ちょっとおとなしくした方がいいかな。いや、ここは攻めろ。うひゃー、うん、そろそろまずい。もうご利用した方がいいかもしれない、これだったら。ていうか、見事もバフ、デバフが使えなくなったな。これくらい。これくらい。これくらい。そうだな、どうしよう。決められそうな感じもするけど。お、戻ってきた。じゃあ、ここはそろそろっと、カウンターを避けながら、叩き込んでいくことにしますか。まあ一応回復する、これでいけるやろ。リルラファーガ、おいっと、ちょっと合図が強すぎました。
はい、ということでなんとか、ゴライアスは S でクリアすることができましたねと。ふう、めっちゃ強い。でダークロコライアスも本当にたまにこう挑戦してみるんですけど、まだカラッキシぶりだなと。勝つことがまず無理ですね。勝つことが今んとこまだ無理なので、こういろんなキャラクターをこうゆっくり育成しながら、まあ水着ガチャが来てちょっと引いてからまた挑戦しようかなとは思ってます。でダークグライアスの1段階目ですねはまだ挑戦をしていないので、ちょっと裏で挑戦していけそうだったら動画化しようかなと思います。このノーマルのゴライアスの方は本当にこうカウンターを立て続けに食らうとこうどうしてもやっぱ難しいところがあるんですけど、今みたいにデバフをまあ慎重に入れつつ見事でまあ攻撃していけばまあ順調にいけそうだったので、今回動画化させていただきました。ちょっとキャラも揃ってきたので、まあこういった高難易度のねクエストもね動画として収めていければいいかなと思っております。なんとか勝てたな。でやっぱりもう本当に異常に難しいのが、まあ、この29の7ですね。これは越せる気配がない、越せる気配が正直ないです。でこっちの28の8はまだトライしてないんですよね、67難易度なんで。まあどういう感じかなっていうのを今回見に行ってもいいんだけど、難易度68でしょ、1しか変わんないんじゃ難易度。無理くない？無理くないって感じはありますね、正直。無理くないか、これ。ちょろっと覗きに行きましょうか。ちょっと無理かもしれないですけど、同じパーティーで行ってみたいと思います。手土産の一つでも持って帰ろう。来ましたね。僕だって。いけるかな、こいつ。戦況を有利に。ちょっとマジックポイントはさっきより全然辛いと思うから。結構慎重めに。おっとバフかけてきた。いやー強い。カウンターがとても辛い。でも殴っていかないと MP が足らなくなる。ペネトレーション半端ねえな。うん、ここはちょっと殴りにしよう。行動しないとかがあればいいんですけどね。ちょっとやっぱリリが欲しいな。よしよし、ここは攻めろ。物理のガードが結構きついっすね、やっぱ。力落とすか、やっぱ。いやー、それをカウンターされると辛い。ちょっと黙んないときついかもな。ちょっと合図は攻撃しよう。他は黙ろう。やめてくれい。殺された。やっぱきついな。勝つだけだったらまだいけるかもしんないですけど、大丈夫だった？一旦出直しましょう。ちょっと完封してその全員生き残ってっていうのは結構運ゲーになりそうな感じですね、今やった感じ。もうちょっとこうまあキャラクターアシストをチェンジしたり、あとはまあ凸が1段階くらい増やせればね、全体的にかなり雰囲気も変わってくるとは思うんですけど、なかなかこうやっぱり強いですね、敵も。そしてこの上のゴライスはさらに強いと。さらに強いと、ちょっと恐ろしい強さがあると思うんで、ちょっとまあゆっくりと進めながら越せるようになった時にでも皆様に S ランク攻略を動画でお見せできればいいかなと思っております。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんのチャンネル登録高評価いただければ非常に嬉しいです。またツイッターのアカウント名とロビノグループの断面もグループの URL ですね、
コメント欄に書いておきますので、こちらもチェックいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。